のデュオミュージックエクスチェンジチャンネルをご覧の皆さん、どうもどうも、こんにちは。どうも今日のライブについて、二宮さんにお願いしたいと思います。はい、今日は、17年ぐらい前に、タタというバンドをやりまして、それで1枚カバーミニアルバムを出して、このまんまもうほとんど止まってるんですがそのメンバーのうち1人、池田くんがいない状態での4人でやられて、まあ感慨深いのでまた非常にほぼタタでした非常に何て言うんですかね、時を隔ててもなんかその頃の感覚が戻ってくる、当時自分にとってもすごい体験だったんですが、その感じがそのまんますごい新鮮な気持ちで、すごい気持ちよくやる、幸せでした。じゃあ最近見つけた小さな幸せは、じゃあちさ子ちゃんは。なんだろう、なんか思いつかないですけど、小さな幸せというか、台所に立ち寄った時に、冷蔵庫からこんにゃく畑を1個だけ出して、立ったまま食べてポイってしてまたどっか行くっていうのが美味しいです。つまみ食いです。大事だね、つまみ食いないじゃな。何かあります？大きな幸せが多い。いや、そうですね。いや、だからもう今回はもうこの本当このメンツでこのライブができたっていうのはかなりちょっと自分の中ではやっぱ幸せ体験でしたね。もうちょっとリハから密かに僕はちょっとぐるっと私も私なら負けないですね。はい、ということで、小さな幸せではなくて大きな幸せをたくさん感じている、ほぼタタでした。ありがとうございました。ありがとうございました。